模型の魅力を広く知ってもらおうと、地元メーカーなどが出展する清水ホビーショーが今日から静岡市で始まり、多くの親子連れでにぎわいました。今日から静岡市清水区で始まったのは、模型の地元メーカー5社などが出展する清水ホビーショーです。会場では車のプラモデルやミニ四駆の製作体験のほか、ラジコンカーの操縦体験に多くの子どもたちが夢中になっていました。楽しかったものありますか？ミニ四駆早かった。ホビーショーは明日も開かれます。